こんにちは。アイコンタクトというゲームです。バあー。ああ。これ何これ絶対通過せんといかんのかな迷宮屋で。こんなゲームは。 あー上下でループするとかそういうわけではないんだねんちゃうちゃう一番最初はあーダメかまっすぐ直線はないのかなんか絶対曲がるので絶対上に上げろよそんな簡単にいくわけないだろうなんかさたまたま引く以外でこれ正解するビジョンがないんだけど あるる程度の周期にはなってるんだよねだからそんなにめちゃくちゃなバリエーションがあるわけではないはず。とはいえ組み合わせではある。この組み合わせが3パターンここの組み合わせは2パターンだからこの組み合わせだけでも外すと6分の5の地獄が待ってる。 で、ここゴール前だから、まあゴール前ふさがないよね、みたいなのもあるのか。だからこれは実質ここはないから、まあ二通りではある。えん,え,んえ,んえん、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 これを、えん、えんやるわけかいえん、えん。これ何なんだろうなこれ通さないとクリアできないよねっていうヒントなのかな ゴールするためには、えっと、ゴール前で反転するやつこ,こういうやつなんだよね。こういうやつになんかこうぶつけてくるとなんかいいのかなーとかね。中な,ないけど、そういうのは。なくはないよ。ここにぶつかると嬉しいよね、みたいなね。あるけどさ。あるけどさ。 ループする回路とかも作れないか1対1だもんな。 ここに光を入れるためには、こういう向きの反射、こういう向きの反射が欲しいかなってなると、ここにある2つか、ここにあるや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 つが、ここの直線上にいる。ここには空白がないといけない。 スタートジョグの光を右に送るためにはこいつが蓋をしこいつらが蓋をしてはいけない配置がある意外とそれが選択肢がないとはゆえこの辺はなんかさっきから何回も来てるんだよねスタートジョグに取れるルートが実はそんなにねないんですよね <laughs> これ、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 やんのうーん、人によっては20秒で解ける。まあ、そりゃそうなんだよ。そりゃそうなんだよ、こんなの。はまるも何もないんだから。20秒で解けるってことは、なんか、特別すげえトリッキーなことやってるわけでもないっぽいね。本当に、当てれば解かる、あ当たれば解けるっていう話っぽいな。 想像以上に複雑な回路だったなこれはいただこの線の動き方とかの滑らかなアニメーションの感じはすごいね好きでしたもう見てすぐ分かるルールもよかったねただまああんまり考える要素が私には感じ取れなかったなというゲームではありました